今回は、うちはサスケっていろんなキャラに激おも感情向けられすぎだよな、について読者の反応集をご紹介します。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは本編どうぞ。サスケに向ける登場人物の愛情がおかしいんだと思う。サスケに向けられる感情っていろいろあるね。鹿丸や牙などの同期、一目置いたり嫉妬の感情、ガーラ、同じ孤独を知る者で同年代で強く一部では異常な執着を見せた、デイダラ、才能や性格に対する嫉妬や羨望、イタチ、兄弟を超えた激おも愛、カブト、羨望と同化して超越したい、トビマダラ、とりあえず手名付けて操ったり利用したり変化を楽しみたい、加えて七班のメンバーもいるので、10代の男子に向けられる感情の矢印じゃないわ。鹿丸と長寿の友情とかいいよな。でもサスケとイタチの兄弟愛は普通に感動したし、愛ゆえでも重い感情向けられまくると疲れる。サスケの立場だったら全部放り出してどこか遠くへ行きたいと思う。サスケも重いからなんとかなったな。そんなわけで10年以上一人旅してました。いやでもやっぱナルトは群を抜いて重いって。桜も家族より親友より仲間よりサスケって言ってたくらいだからナルト並みだよ。桜はそういうものの良さや大切さを知ってた上でそれよりサスケくんって言えちゃったのが強い。ナルトはそういうのを知らないから比較はできないけど、ベッドテーブルに自分の命を出せたのが強い。イタチもナルトもサスケに自分の命かけれちゃうのがどっちもちょっとイカれてる。兄弟に自分の命かける気持ちはわからんくもないかな。でも両親より弟一人取るのは重いよ。失敬だな。恋人も友達も一族も、里よりもサスケの命が重かっただけだぞ。両親に心を開いていたかというとちょっと、無邪気な弟は癒しだったけど。大人になってみると、息子の様子がおかしいとか気づかなかったの？気づいてて放置してスパイやらせてたの？って思うわ。ナルトはサスケに命かけられちゃったからな。ナルトがサスケに激おもになったの、これがかなりのウェイト占めてると思う。ライバル視してる仲間にかばわれて死なれたら、死んでなかったけど普通の友人関係にはちょっとなれないよ。兄弟はお互いに重かったし、生まれた瞬間に兄さんの脳を焼いたんだろうな。マダラー。ある意味映画にわかるってばよができそう。ナルトとサスケの友情やべえって思うから、その流れのままナルトとガーラの友情やナルトとシカマルの友情とかもやべえ、おめえ、って思ってたけど冷静になるとそこら辺は他の少年漫画でもある感じのいい友情だよなって最近思い直したところ。フォーサスケよりフロムサスケの感情のが強かったのって断層くらいでは？感情のジャンルが、でも多分サスケが人生で心の底から純粋に憎いと思った相手って断層だから、そういう意味でサスケの唯一無二だよ。やったね断層。桜とイノもなかなかだと思う。桜とイノの友情は熱いけど二部の時点、好きな相手が別々になる前でも親友とサスケを天秤にかけた時、桜はサスケを選ぶけどイノは桜を選ぶってのなんかわかるって思った。兄さんはサスケを確かに守ったけどサスケを一番苦しめてたのも兄さんという。まあ家族で誰か一人だけ生き残れるとかだとみんな末っ子に票入れる気がする。通格学さんもサスケのことは頼んだぞって、弟一人生き残らせるつもりなのはお見通しだったんだな。富岳さんあの時どこまでわかってたんだろうな。イタチが迷いつつもクーデター反対の里寄りなことはわかってて、でもサスケだけは殺せないのもわかるだろうから、ことを起こしたってことはサスケを生かしておける目星がついたんだろうなって感じかな。断層の暗躍とかは、まあ予想レベルでは考えるくらいはしてるのかな。キミマロアンコカブト、オロチマル、オロチマル断層、ヒルゼンとかも重いと思う。サスケにはカリンも重い。なんで刺されても一回謝ってもらったらあんな風に接することができんだよ。渦巻き一族やばー。カリンは幼い頃から体中噛まれて虐げられる日々を送っていたので、許せるし、うちの敷地が人と違うんだろうけど、それにしたって強えよ。オロチマルみたいに命の数に融通が効くわけでもないのに。一回殺されかけたけど、そのまあ二回助けられたからチャラだな。なんならまだ一回助けられた分プラスだな、くらいのこと思ってそう。サスケの目的はカリンを利用していた人間と変わらないのに、一度偶然助けたことがあるくらいでこの違いよ。このページだけで弟5回も言われてるの笑う場面じゃないんだけど草なんだ。イタチどんだけダダ漏れだったんだ。人生最大の不覚って感じ。ダダ漏れじゃなかったらいずれクーデターかその前にアンブ動いて全滅だったかもしれんし、断層的にはアンブ動かさずイタチ一人にやらせた方がアンブに被害出ないし、里の闇隠せるしで都合がいいから弟で釣ったんだろうけど。断層の弟連呼はざとらしすぎて笑うんだが、イタチもまんまと釣られる。対面した渦巻きは全員落としたからな。ボルトも落としたし、あとはひまわりだな。カリンはオロチマルの部下だったから自分も清廉潔白ではないってのもありそう。しかし助けられて惚れるのはわかるけど、あの変態性はどこから来てるのだろうか。あれは血じゃない？あれはシンプルに生まれも育ちも関係ない巣だと思う。まあ好きなら何でも許すはリアルならありえないからね。10
自分にされることは何でも許すけど他のことも何でも許すわけじゃないし。ナルトは結構そういうキャラ多い。ボルトもだけど基本的にみんな自分のことなら我慢できちゃう忍耐強さと自己犠牲の精神持ってるからおかしなことになるのは大抵誰か他の人が何かされた時。恋人に金取られても殴られても依存する人はいるが大半は初期段階で冷めて別れるからな。クシナは割と普通だったな。好きな人から何されても許すというより、好きな人にされてしまうと憎みきれないって感じだと思う。内派は美形揃いだけど会う女会う女がいちいちおっイケメンってなるあたり中でも欠点がない、万人受けする感じなんだろうな。富岳とか幼少期オビトとかテヤキとかネイムドにも仏面もいるし、ミコトとミコトの子供二人が特に美形なんじゃね。あとイズナ。海外のファンに富岳が親しか愛せない顔とかドストレート本気のダメ出しされてて笑ったけどちょっと泣いた。口の下あたりが出てるだけでそこまでひどい顔ではなくない？そこ以外のパーツはそれなりに整ってると思うわ。言うて目元美人やイケメンはよくいるしマスクつけたらイケメンでもね。富岳、ミコトより割と年上だし見合いこんな気がするわ。同じ東洋でも田島やマダラはかっこいいのにな。田島やマダラに近い本家筋がミコトって予想もあるしな。アニオリ無限つくよみ会のモブ内派、内派ではなくゲーム舞台にいるだけがブサイク揃いなのは笑った。富岳口元以外も美形ではないというか普面な感じじゃね。一応二重ではあるけど、メイさんのセリフ的に内輪に美形が多い設定は一応ちゃんとあるんだと思う。しかしサスケのキャラデザは本当にバランスがいいと思う。雪一族が健在なら一番美形揃いだった気がする。やめろー、たとえ顔がちょっぴりいまいちでもイタチの抱える問題に気づくのがちょっと遅すぎても、サスケにとっては憧れの大切な父さんなんだ。富岳の顔好きだしかっこいいと思うけど内派というより千住一族にいそうな顔してる気がする。でも千住は板間以外大体一重だから、冒険の渦巻きだけどアシュラ担当のナルトも一重でアシュラも一重だから、編集さんの主人公は一重、ライバルは二重にしろ的なアドバイスの影響ありそう。内派は始祖からほぼ二重で、千住は始祖からほぼ一重なの。サスケのために怒るナルト友の鏡やね。カリンだけじゃないけど蛇結成してから割とすぐデイダラ戦後に旅館で疲れて座ったまま寝ちゃう姿とか見せてるから、サスケは強いけど危なっかしいしほっとけない認識が早めにできてると思う。サスケってナルトとはタイプ違う人たらしよな。蛇結成の時なんてわかりやすいけど高圧的で上からかと思いきやストレートにお前が必要だって自尊心くすぐる殺し文句言うし、強いところ見せて威嚇したと思ったらお前たちの力を借りたいが、どうする？ってちゃんと個人を尊重してくれるし、いざ行動開始したら偉そうだけど放っておけないような隙も見せてきて信用してくれてるんだなってなるし、これ全部天然の素でやってるの怖ってなる。オロチマル譲りのカリスマ性と内派一族由来の育ちの良さが融合してとんでもないことなってるな。てか富岳さんも普通に渋かっこいいおじさんでは？年代的には2部くらいの長座ぐらいの年齢かな？現実の人物で例えたら草刈正雄系の渋い系。口元が独特すぎるんだ。あれいつからあるのかな、生まれつき。でも作画によっては普通にイケメンだし顎のシワはあくまで法令線的なものでそんな深い意味はない気がする。あれは骨格とそこに乗せられてる顔筋でできてるような気がするからシワとは違うとは思う。言い方あれだけど癖のあるハンサムって感じじゃない？ハマる人はハマると思う。口元だけなら本田圭佑に見えなくもない。心底惚れるには顔以外の要素が必要だけどそれはそれとして掴みとしての顔面力が強い。サスケがブサイクだったら冗談抜きにストーリー結構変わりそう。初期も初期だけど手まりとかもいい男じゃないとか言って赤面してたしほんと顔いいんだろうな。ナルトも自分と同じ一人なのにエリートでモテモテだったサスケを意識してたからイケメンだったってのも大事な要素の一つではあるんだろうな。ナルトって何気に面食いだよな。しかも結構シビアな目をしてる。好きな女子である桜と白を平気で比較するし、クレオパトラみたいなやつだな。桜ナルトは同じ班として過ごすうちになんだかんだで最終的にサスケ大好きになっていたと思うので、一番わかりやすく影響大きいのはオロチマルに狙われなくなるところだと思う。つまり一部で里抜けするのがなくなる。すごい試練与えて追い詰めるけど人間関係周りはサスケサスケいう奴らで固めたりして、一番サスケに向ける感情が狂ってるのは岸影なんじゃないか。ナルトよりサスケが気に入ってんだろうなって感じはする。どっちも思い入れあるけどナルトは自己投影先、サスケはそのナルトが追いかける相手だからな。というかキャラとしてサスケの方がナルトより人気あるから需要に応えてる感じかも。岸影はいつもナルトや桜に感情移入して一生懸命に書いてるらしいんだけど、どっちもサスケの感情が激重なんだよな。まあなんかサスケってクソも感情向けられてるのが似合うわ。こうなったら死ぬまでクソも感情向けられ続けてほしい。いつ死ぬかわからんけど。
皆さんは、うちはサスケっていろんなキャラに激おも感情向けられすぎだよな、についてどう思いましたか？皆さんの感想コメントもお待ちしています。チャンネル登録もよろしくお願いします。